今日は私のスクバー紹介。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日は皆さん、スクバってどういう風にしてますか？私はですね、皆さんは多分スクバ一つのやつをずっと使い続けてると思うんですけど、私はね、二つで使い分けています、実は。で、今回ね、その二つを紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。一つ目は、これね、前も紹介したことがあるね、スクバでございます。大きいね、スクバでございます。こんな感じね、結構ね、めちゃめちゃ入る感じのリュックになってます。で、こちらのメーカーはコロンビアでございます。これはですね、めちゃめちゃ大きいので、なんか荷物が多い時とかに使ってますね。例えば今もそうなんですけど、テスト期間中とか、あの教科書とかをめっちゃ持って帰る時とかに、そのトートバッグとか入れて、そうちっちゃいリュックでとかだと大変だから、あのここに大量に入れてます。だから朝めちゃめちゃ重いです。あとね、そのテスト期間中じゃなかったら、例えばジャージとか入れたりとか、いろいろしてますね。こんな、あ、生見えてないね。こんな感じでたくさん入ります。今はね、ちょっとしか入れてないんですけど、じゃあ紹介していきますね。まずこれ後ろにね、名前が完璧に書いてあるんですけど、ファイルです。ファイルもね、余裕で入っちゃうんだよね、ほら。そうだから、これいっぱいブワーって入れた上からなんか入れられるから、最高。めっちゃ入る。はい、続いては、これは普通になんか印鑑とかでもらった紙とか入れてるファイルですね。で、あと教科書とかが入ってます。なんかで、教科書も余裕の4ちゃん以下で入ります。で、あとはこれね、下敷きでございます。結構下敷きないとね、綺麗な字書けないので入れてます。あとは、はい、これね、無印の剥がせるルーズリーフってやつで、めっちゃ書きやすいし、もうめっちゃ便利なんですよ。ちょっと今書いてあるんですけど、なんか生鮮食品とか書いてあるんだけど、これがね、ここでこんな感じでね、簡単に剥がすことが、うーできます。だから本当に便利なんですよ。これを他のファイルとかにしまったりとかもできるので、めっちゃおすすめです。で、あとは筆箱ですね。これね、筆箱紹介もあげてるので、ぜひ見てください。バイキンマンです。で、こんな感じなんですけどね、こんな感じ、お、見えやすい見えやすい。こんな感じで、ここにね、また小さい ポケットみたいなのがあります。ここにだいたいお守りとか入れてます。で、ここにもなんかね、ポケットがあります。ここはね、細かいものを入れてます。で、ここにくるみちゃんつけてます。これは確かゲーセンだった気がする。うん、ちょっとここはね、斜めになってて面白いですよね。で、あとはここに水筒とか入れたりするポケットがあって、これね、これ買った時に雨降った時用のリュックカバーがついてたんです。このリュックカバーに入ってる袋をなくしましてジブロックに入れてます。で、こっちは何も入れてません。で、これね、ここにカチャっていうのがついてて、こうやってやるとね、ちょっとコンパクトめになります。細くなる、ちょっとね。まあ大体私はいつもね、これ荷物多い時に使ってるから、大体これこうプラーンってしてます。で、上はこんな感じで、ここに引っ掛けるところがあります。で、このデメリットっていうか、ちょっと使いにくいところがあって、あの学校ってさ、机の横にさ、こういうフックがついてるじゃないですか。そこに引っ掛けるんだけど、これがね、ここにあるとフュって引っ掛けられるんだけど、ここにしかないから、こうね、開けてガバッて開けて、ガッて引っ掛けるしかなくて中身見えちゃうんだよね。うん、っていうのもあるし、まあこれ使ってる時はだいたいね、床にボンと置いてて、結構みんなの邪魔になっちゃったりとかして、その足とか引っかかったりとかして、バラーンってなって、結構汚れちゃうかなって感じですね。まあでもね、荷物いっぱい入るからいいでしょう。今回の本題なんですけど、はい、これドーン、これはね、ウィゴーで
なんと500円で購入したリュックでございます。これはね、さっきよりもとても小さくて、比べるとこんな違います。すごいよね。で、こちらのメーカーがコンバースです。でね、さっき紹介したのはこういう四角っぽい感じだったんですけど、こっちはね、丸っぽい感じになってます。でも多分ね、定価は 2,3,000 円ぐらいするんじゃないかな。そう、安売りしてました。ずっとこれ買う前はこのリュック使ってて、あのこのリュックだとさ、そんな荷物のない時とか無駄に大きいじゃん。だからちょっとこれそれよりも小さめが欲しくて、ちょうど売ってたので買っちゃいました。で、私はこれを使い分けています。今はね、これ使ってないんですけど、テスト期間終わったらこっちに変えます。で、紹介していきますと、はい、中はこんな感じになってます。これはね、結構小さいポケットがあって、ここにね、なんかこういう小さいポケットがあったりとか、今気づいた、ここにチャックあるんだ。ここにチャックあった、すごい、初めて知った。で、ここにチャックがあったりしてます。中はこんな感じです。で、さっきのこの紫色のファイルを入れてると、まあ大体こんな感じですね、入ります。これでさ、そう、買った時にちょっとここがピロって出ちゃったら、あ、終わりだなと思ったんですけど、普通に入ったんでよかったです。で、はい、まあ見た目はまあこんな感じになってます。はい、で、ここにね、細かいものを入れたりのしてます。で、今はですね、キーホルダーつけてます、カリムくんの。はい、で、ここにね、水筒とか入れたりするところがあったんですけど、で、さっきのはこんな感じで、普通に何もベリベリとか何もついてないで、普通にガバって開いてあるやつなんですけど、こっちはベリベリベリっていうのがついてて、こんな感じで開けて取り出すみたいな感じです。でね、普通に大きい水筒もここに入りました。で、いつも学校では水筒こういう感じのを使ってるんですけど、財布も全然余裕に入ります。こんな感じです。これね、普通にこうやって歩いてれば平気だと思うんだけど、気をつけてねってやったら落ちるかもしれないです。そこは気をつけましょう。で、さっき言ってたんで引っ掛けなんですけど、はい、ここについてるので簡単にヒュッてかけられます。いや、本当に半年以上こっちで過ごしてきたから、あー、これあったらいいなとか思ってて、これに変えた瞬間、もう楽ちんって思って、最高です。これのデメリットとしては、まあね、すぐ荷物がパンパンになっちゃうってところですかね。なんかジャージとか持って帰る時とかは、こっち使う時はこのままボンって入れられるんだけど、これとかはね、結構満パンになっちゃうので、トートバッグ持ってったりとかもしてます。で、あとはこれ買った時に、これ専用のね、この雨に濡れた時用のケースがあったんですけど、この専用のレインカバーがないから、まあね、ちょっとこの質感だから、まあ染みてきちゃうと思うので、これでもね、これ結構厚いんだけど、これでも染みて、私教科書ビショビショになったことがあるから、あのね、ちょっとこれはその雨の日とかは心配かなって思います。スポーツ用品店とか行くとね、そのカバーが売ってるので、今度行きたいと思います。これの時に、そう、朝だったんだけど、まあ大丈夫っしょとか思ってたら、びしょびしょになって、中に入ってる本がちょっと濡れちゃって泣いてました。ここはまあ気をつけた方がいいかな。でもね、どっちともめちゃめちゃ使いやすいです。ということで、こんな感じでした。はい、ということで、今回は私のね、スクバ紹介をしました。こうやってね、使い分けると傷みにくいし、長持ちするのでめちゃめちゃいいと思います。でも今回私これを買って本当に大正解だなって自分でも思います。ぜひ皆さんもね、安いの見つけたら、そのこういう感じだったらちょっと大きいの買ってみたり、こういう感じだったらちょっと小さいの買ってみたりしてはいかがでしょうか。これ結構いいです。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。